皆さん、こんにちは。淡井圭介です。本日2024年、11月の23日、14時47分。僕と結婚話、云々をされた方だとか、河川水門解析玉発電だとか、あと国会議員の人たちに関しては、状況把握などをですね、天皇家の方たちや警察官の人たちも、ちょっとこの動画で今の状況を説明しておきますね。テレビ局との裁判に関して、僕の提案で作った番組に関して、で、すごいですね、視察団等に関しても、基本的に出演されている方たちって、海外からの、大使関係とかの、大使館関係の人とかが出演したりしていました。で、そういった中でも、その人たちも、僕からの提案で作ってるっていうことを知ってたんですよ。で、もう感動して涙流すようなシーンとかもいっぱい作りましたし、それはもちろん、僕 100% ではないですけども、こうしましょう、ああしましょうっていうことを言ってきて、良い番組が出来上がってるんですね。で、それについて、棄却されてるんですよ。で、これどういう状況かって言ったら、完全にみんなね、自分のことだけになってしまって、もう淡井圭介のことをどうでもいいやで、ほったらかしにしてると思うんですね。で、だいぶ若い人たちから見たら、47のおっさんで何結婚とか寝言を補罪等年みたいな形で多分見えると思うんですよ。本当に。で、本当に。で、一部始終とか全体的なことってまず覚えてくれてる人がいなくて、で、何がどうなってるかって言ったら、裁判所に出してる内容も、すべてはね、僕の、ホームページから今アクセスできるところまではしてないんですけども、一部裁判所に、最後の方、2回目の口頭弁論に提出した内容に関しては、相手方には、結局郵送してないっていう内容になってくるんですけども、強引に裁判所の方で、その裁判打ち切りみたいな形に持っていかれてるんですけど、テレビ局関係のことで、裁判じゃダメなんですか？ちょっとこれ誰か分かる方いらっしゃいますか？一応ね、正直な形でね、昔僕は30歳ぐらいの頃、六法全書を読んで、いろんな裁判を、行って、勝訴などもあって、で、その中で、裁判官の方がね、すごく正直な方で、はっきりとしたことをはっきりと言ってくれるんですよ。テレビ局のことに関しては、我々にも正直お手上げなところがあるんですっていうことを、内容にもよるとは言ってたんですけども、フルオープンでね、腹割った話という形で、すごい少子化は49年前から始まってるわけじゃないですか。で、生まれてきている人の数が、男性と女性の数が、もう、今の時代、49年前と比べると半分ぐらいになってると。で、そんな中でね、高いビルずっと建てっぱなしだったわけじゃないですか。余計な他にも、建物を作ったりとかして、僕はいろいろね、その辺のところを世界に公開して、僕の動画の範囲ですが、閲覧者数見てもらったら分かる通り、それがね、何千人と見てくれたらいいですよ。一般人の人たちにも、これエネルギーちゃんと節約しなきゃなんないとか、危機感感じ取ってもらえたらいいんですけども、もうあれだけの閲覧者数なんですよ。多くて、例えば、100回超えてるんだとか。とある一部の動画は1万回超えてますけども、それは国会議員の人たち通して、ベルシステム24さん、マーキュリースタッフィング、さん、両方かもしれませんけど、基本的にベルシステム24さんのその件でね、裁判所の判例と間違ったことを現場で教えてるから、それも絶対無理だから無理だっていうことをね、伊藤忠商事さんの傘下だから、伊藤アナウンサーがね、フジテレビにいますけども、人は伊藤忠商事の家系の人ですから、そちらの方で、言っといてもらえますかと。もうこれ聞いてもらったらわかると思う通り、これ絶対無理でしょって。これ何かって言ったら、パソコンのそのパスワードとか書いたものを持って帰ったらダメだっていう内容を、レクチャー受けていて、それしたら解雇するみたいな形をね、言われてたんですけども、よそもそうしてるっていうことは平気で言ってるんですけども、これ裁判所にももともと判例あるんですよ。前からそういうふうな事例があって、で、これもしかしたらね、僕はもう高校生ぐらいの頃、学校の先生にもレクチャー受けてたと思うんですよ。
それがその人が本当に公開したっていう事実があるんであれば、それは解雇に値するけども、これ、持って帰っただけだったら、それはもう無理だと。それを理由にして解雇するのは無理だと。っていうのは、現場でね、他にも絶対もうどうしてもね、メモしなきゃならない状況とかあるんですよ。で自分でもこう持ってきなさいとか言われるから、自分で持ってくるものとかあるわけじゃないですか。あれこれ渡したもの持ってきなさい だとか、分厚くなったらファイル2つになってるから、だから、そんなにパスワード言うんだったら、現場のビルシステム24さんっていうところの社員の人たちが、人材派遣、僕は人材派遣会社、マーキュリースタッフィングの人間として行ったんですけども、その人間から回収したらいいと。で、もうそこもね、業務体系、がむちゃくちゃになっていて、書類のね、労働時間を書いた時の写しに関して、2枚とも判を押さなきゃならないっていうこと分かってなかったんですよ。で、上を渡したらいいのか、下を渡したらいいのか、これ分かってないんですよ。いいですか？僕ら労働者の方は絶対ビルシステム24さんの引用してもらったものを、自分たちは絶対持っておかなきゃならないんですよ。そうじゃなかったら、一人で自分でサインを書いて、時間書き込んだことになってしまうでしょ？だから僕らに渡してもらうものを絶対に引用してもらわなきゃならないのに、それをご存知じゃなかったんですよ。もうそのレベルだったんです、正社員の人たちが。で、これね、だから、僕ファイルを間違えて持って帰ってきたときに、わ、やってしまったって思って、その日もう、切迫感みたいな形でね、もう家から一歩も出なかったんですよ。疑われたら困るって。だから、それでも結局、それ理由でね、解雇されるような形になったんですけども、ちゃんと判例あるのに、解雇されてる人たちは結構いますし、多分、宇賀夏実アナウンサーもそうだと思うんですよ。なんか私も同じ目にあったっていうことを言ってたんですよ。で、これ何がおかしいって、テレビ局はどれぐらいおかしい、変かって言ったら、異常かって言ったら、納骨堂とかの判例でね、オーナーの人、納骨堂のオーナーですよ。骨って、もうこれ行政指導で決まってるんですよ。骨砕いた後、海に散骨か山に散骨かのどちらかしかないんですよ。行政が決めてあるんですよ。そうじゃなかったら、人骨その辺に捨てられたら困るでしょ。皆さん。そんな世の中無理でしょ。だからもう絶対決まってるんですよ。だから納骨堂って骨を納めるところなんかあるはずないんですよ。お墓の下にテレビ見てたら僕もそうだったんですけども、僕も散骨の話までたどり着くまで、お墓の下に骨あるものだと思ってたんですよ。多分おばあちゃんのお墓参りとか言ってたんですけども、そういえば、それでその話までたどり着いた時に自分の母親が亡くなって、で、それでやっと、おばあちゃんが昔言ってた時に、お墓建てんで、お墓建てんでって言ってくれてたんですよ。で、どちらかというと、親戚の、方で、うちの母親の、姉にあたる方たちの家で、そのおばあちゃんがね、生活していて、で、亡くなってまして、そちらの方で、お墓を建てたみたいなんですけども、後からになって、実際自分が何かを経験してから、気づくっていう、だけで、これもしかしてテレビ局関係の裁判で一切勝てません、通らないものなんですか。じゃあそれだったら僕スポーツの勝ち負けは本当に降りたいし、無理やり頭なんか搾取されたりだとか、これねイオンモールとかに買い物行った時に、他の店舗とかそうなんですよ、ね、こっちで、やりますとか身勝手なことを言う店いっぱいいるんですよ。で頭は強制的に取られるんですよ。例えばサッカー日本代表の試合の時間帯とかね、もうめちゃくちゃ。だから、この間はもう我慢の限界来てイオンモールでね、別の店員のものに、もうその渡辺っていう女性、もうその子辞めさせてっていうことを言ったんですよ。もうそれかもう上に話し通してって。無理やからって、それ自由にしよったら、僕もさっき言ったけども、頭なんか取られてるから辞めてくれって言ったやろって、こう以前から他の人にも言ってるよって、多分その子にももう言ってるって、それでもまだしようから、お金に狂ってるのか何なのかよくわからないんですけども、
電波で聞こえてきた内容だけで反応して言ってる。もしかしたら、それだったら、グループリーグっていうもの分かってない。首位と2位のチームがグループリーグの中で次進めるんだから、その試合勝っても負けてもいいのみたいなところあるの。で、それをいち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 全部勝とうとしてたら、もう大変なことなるの。僕が。で、それあなた償いますかって言ったら、償いでしょ。で、それ、あと、イオンモールも全員黒い服を着るようになってから、やっぱり変。それ、喪服があるでしょ。で、今までね、これ、その、結婚話した人たちにも理解してほしいんですけども、黒い服着て現れた人間って、その後僕、結構大変な目に遭ってるんですよ。睡眠時間だとか。だから、喪に服しておかなきゃならない話とかもありますけども、黒ってもともと縁起悪いじゃないですか。で、霊柩車って本当は白色なんですよ。真っ白なんですよ。自分の親が亡くなったりとか、おじいちゃんとかおばあちゃんが亡くなったりした時に、その、葬儀とかに出たらね、その、乗せるところまで、見とるところは、あれはなかなか難しいんですよ。その、いつ亡くなるかとか、で、いつ搬送されるかとか、まあ、業者さんとかね、急に込み出す時とかあるから、もうこの時間帯でいいですかみたいな形で、もうすぐさっと、こう、火葬場の方へ、みたいな形になるんですけども、まあ、だから急に学校休めか、うんぬんか、だとかね、その、学校休めたとしても、親の都合うんぬんだとかね、その、葬儀にしっかり出てなかったら、霊柩車黒色だと思ってる人いません。違いますよ。白ですよ。で、コンピューターの稼働の仕方も変だと思うんですよ。でそれもスポーツの勝ち負けからなのか、その、逆のことを言ってこられたりするんですよ。例えば対象者を、結婚希望相手を、決めた方が良かったりだとか、決めない方が良かったりだとか、これに決めたら決めたで、結局どうしようもなくなるんですよ。その人がちゃんと会ってくれなかったら、会って話し合いしてくれなかったら、中途半端なままで終わらされると、これが一番怖いんですよ。もう僕と結婚して、したくないって言うんだったら、もうそれでいいっていうことを以前から僕ずっと言ってるでしょ。で、2017年に関しては、もう親の介護で、もう親のそばからね、もう絶対離れられない状態になってましたから、母親が亡くなったのは、2019年なんですけども、もういいからって。もうみんな他に結婚する当てあるんだと、もうみんな結婚してくれっていうこと言ってるんですよ、一回。もう、それまた、もう今、体軽くなったんですよ。呪いとかずっと入りっぱなしで。だから違うからって。僕言ってるから、そういうことちゃんとって。で、これはもしかしたら、今で言うとね、ワールドベースボールクラシックじゃない、プレミア12の2024年、今ね、この日付って言ったら、もう昨日まで、気がついたら、日本代表、プロ野球の試合、25連勝中。昨日で26連勝になったんでしたっけ、まあ、僕もどうかしてる方かと思いますけどね。そこまでとんでもない、いろんな不安の部分があるんです。普通の人間だったら耐えれないところを、なんとか踏ん張って耐えてるだけで、それプラス頭の中の供給プラス、さらに結婚問題の話とかも、コンピューターはごちゃごちゃ言ってくるんですよ。で、それを、こういう風に対応しました、ああいう風に対応しましたとか、それしながら、じゃあ心の、言葉のワードを組み上げながら頭の供給できるかっていうとも、できないし、かといってコンピューターのモードを使ったら使ったで、この間アメリカの選手にね、すぐにソロホームランを打たれたんですよ。で、一応それを、前半と後半に分けていて、前半でかかった負荷に関して、後半、相手チームが耐えれるのかどうか、っていうことなんですよ。だからもうほとんどの人耐えれません。あの、むちゃくちゃな状態。泣きます。僕本人じゃなくても、淡井さんがどういうような人生を歩んでいて、で、どんな内容をずっと聞かされていて、頭の中どれぐらい取られているかって、こんなもの完全に奴隷やんって、みんな金払ったらよ、の話に昔も一体ちゃんとなってるんですよ。だけども、特にスポーツ業界とかね。もうだからテレビ局も同じなんですよ。なんなら音楽業界に関しては、まあ、その辺のところはね、まあ、あまりにもかわいそうだから、例えば、テルさんとか、喉がガラガラになってた時、すごい売れた時、特に出だしの頃、とんでもない売り上げを上げてる時、もう、ライブは、日本中あっちこっち、すごい数もあるわ、テレビはもう、あの番組もこの番組もその番組もって、まあまあ、ちゃんと言うと、例えば、まあまあ、カウントダウン TV はその頃は、
映像だけ、だったと思うんですけど、ミュージックステーション、ダウンタウンの方がされていたフジテレビ系列だったと思うんですけども、あれ何でしたっけ、番組があったんですよ、音楽関係の番組で、日テレは日テレ、まあ、日本テレビ放送も株式会社のことなんですけども、そこはそこで、音楽番組あったし、夜中にも音楽番組とかもあったんですけども、まあ、他にもテレビ東京さんでも音楽番組あるし、NHK さんでもあると。だから、いろんな番組にこう何回も出演することによって、もう喉ガラガラ、もう声がかすれた声しかもう出ないような状態になってる時に、その僕の喉を、貸してあげたりとかね、まあ、お渡ししますみたいな形で、あまりにもかわいそうだから。だから無理あるから、あんな声の状態、もうみんな聞いたら分かります。で、まあ、ちょっとね、僕の方でも、その河川水門開式玉発電も、結婚話の件も、この状態から早く抜け出したいんですよ。で、もう我慢の限界来たらどうなるかって言ったら、もう結婚なんかどうでもいいやって、本当になります、本当に。もうええから、それよりも、この間、消防署行った時に、昨日かな、昨日かその前の日、木曜日かな、消防署行った時に、その前日にね、じゃあその日の夜中の2時、だから日付変わってるか、その日っていうことになります、木曜日の。夜中の2時前に、救急車が、救急車が、サイレン鳴らしながらね、走ってたんですけども、それちょっとやめてくださいっていうようなことをね、言いに行って、で、その帰りなんですよ、問題は。で、丁寧な対応はしていただいたんですけども、その帰りね、一つ、は、別のね、ちょっと笑い話マジで、プレミア12の試合についてのところで、その詳細言ってるんですけども、以前と同じ、三田市の救急車が来ていて、消防署自体が、赤い車しか並んでなくて、だからポンプ車とかはしご車とかあの類です。まあ、あんまり詳しい名称言いすぎてもわからないし、僕も横から覗かなかった正面から見たキャビンしか見えないかよくわかんないんですよ。あんまり一時そんなことを不審人物になっちゃうから中入って見てたら。で、見たら救急車が一台もなかったんですよ。で、帰りにね、三田市の救急車が通って、で、そこでね、コンピューターのような音声で、サンダー、クローっていうような声がね、聞こえてきてるんですよ。で、室内にそもそも入る前に、室内に入って座った時ぐらいに、査察だとか何かそういうふうなことの音声がね、こう流れて、一応聞いたんですよ。今のコンピューターですかって。わかりますっていうことを聞いて、そしたら、いや、本部ですよっていうことを言うんですよ。本部としか言わないんですよ。だからちょっと変な状態ではあるんですけども、ちょっとその帰りもね、同じ現象起きてるんです。以前も同じこと言いに行って、その同じようなことがね、同じ現象が起きていて、もしかしたら最悪時間帯まで全く同じかもしれない。僕も操られてる方だと思います。で、帰っていくときに、坂下っていくときに、前の方にね、もう、今もう11月下旬でしょ。なのに、黒いスカートか短い短パンかどちらか分かりませんけどね、もう髪の毛また金髪の女、もう遠目に見えて、で、やばいやつがいるっていう、冬場であんな格好するやつはもうどういう業界の人気かもうすぐ分かるっていう状況、普通は皆さん分かるじゃないですか、気張ってたら。で、横通り過ぎていく時のご老人の方、もうかなりの高年齢になれた老人の方、男性老人の方に見えなんですけども、その人たちにね、もう帰り、もう精神的にメンタル的にも、かなり、巻いてましたから、その日、裁判所、そのテレビ局の関係の件で、ね、棄却がありましたから。で、もう声が出せない。心の声で、ね、ちょっと、もう、僕の考えてることに反応して、返答したから、向こうの老人の方たちもね、僕のことを知ってるみたいで、気を使いながらね、多分、こういう風な声が聞こえたとは思うんだけども、って一応声出してくれたんですよ。で、僕は、もう、そこでね、もう声出す力もないから、もう、その前日も睡眠時間3時間、その日も睡眠時間3時間、その後、ちょっと昼寝して、4時間、その日あったかな、どうかなぐらいで、もう、精神的にも肉体的にももう、クタクタな状態。で、もうこうやって指さして、もう心の声で、やばいやつおるって。でも、こっちの声が聞こえて、その後、どれだけ変なやつが来るかわからないから、で、やばいやついますって。
もう あんな女、もう絶対あの業界の人間って、もうしょっちゅうその辺から出てきようって、北進性話題の方からって。で、後から、そしたら、その、あ、以前もこの人たちのパターンだって、目の前歩いておるのもって、その老人男性2名もって、もうこんなことばっかりなんですよ、毎日が。で、その後、もっと、びっくりするのが、そのね、なぜその結婚のことをもうどうでもいいわみたいな形になるかって言ったら、今度昔公用病院に通院させられた時に須田っていう女性の人がいたんですよ。でその人がね、ものすごい綺麗な顔になって信号を渡ってくるんですけど、一応黒髪、優しい人でしたよ。優しい人です。だけどもね、もう見た目がね、その人僕と同い年か前後ぐらい、最悪年上の可能性ある。だって、公用病院に通院してた頃って、させられてた頃って、26、7の頃。もう絶対そこで働く。だって、一回白衣着ていて、それで全員白衣なくなったんじゃなかったでしたっけ？でそこで精神を精査されなくなる薬とか飲まされてるから、そのところで働いていた人がね、こう優しい人ですよ。一回も燃えたことないですよ。すごく優しいし、その時はね、通院させられていて、もうちょっとした相談とかね、まあ、ある程度したことはあります。まあそれをしたところであんまり どうにもならないんですけども、その人がね、こう綺麗に若返った顔になって横通り過ぎた時にですよ、僕はどう思うかって言ったら、正直ね、まだ利用してんの僕をって、僕の結婚話をって。いやだからね、これどうせコンピューターとかが顔作りとかしてるでしょう。違いません。人間が意図的に行ってる人は行ってるでしょうけども、だけども、僕みたいにね、まあ自分で自分の顔直したりとかもしてますけども、だからそうなった時にね、これね、だからもうそういう人たちだけじゃなくて、僕に喧嘩を売ってきた やつとかまで、髪の毛茶色でね、もうバサン。そういうやつまで若返ったりしてるんですよ。なんか身勝手なことを、だいぶむちゃくちゃなことを、今まで言ってきた連中とかで。で連れてる子供みたい、子供、20歳というか、もうそういう現象があるか分かんない、本当に。背低い男性でも、すごく若返ってるケースとかあるから、首からもう太いネックレスつけて、丸坊主、髪の毛は生えてるんですよ。だからそういうのまで若返ったりするから、この手の話、もうめちゃくちゃ嫌なんですよ。嫌気させてるんですよ。毎日、スポーツの勝ち負けとかで、もともとはその河川水門開式玉発電とかの資金源の当てとかにしてましたから、昔ね、トヨタさんでさえ、純利益なんかほとんどなかったんですよ。知ってますこの話。で、世界中に店舗広げての純利益だから、その純利益の金額を見たときに、日本単独でその金額を全部扱えるわけないでしょう。そこの国で働いた人たちの成果なんですから。で、今のトヨタのね、社長の佐藤さん。まあちょっと前、今年に、鳥貴族の前のところの交差点で横すれ違って、声かけたんですよ。もうそしたら、もう家族連れで来ていて、で、もう笑いながら、ほったらかし。やっぱりこの考え方で合ってると思うんですよ。合ってると思うんですよ。まずね、老人、まあまあ一般人の普通の人も含めて、もう普通の人もそうだと思うんですけど、まず普通の人は権力なんか持ってないから、そんな大きな話されても困るになると思うんですよ。もう、まあまあ、普通の窓口の公務員の人の立場とかもそうだと思うんですけども、まあ、はっきり言ってそんなもん内閣レベルじゃないですか。か、経団連か。双璧を乗せそうなところは。経団連という団体と内閣ぐらいじゃないですか。あとは国会議員の人の数。その他の。でも誰も協力してくれようとしないから、
これはこれで、いや、その、いや、だから僕はね、もうこれ以上訴えても、例えば、プロ野球球団訴えても、お金払ってもらえないんだったら、もしくはね、お金払うつもりがあるんだったら、多分自分たちの方が来てると思うんですよ。だから、まあ、阪神タイガースは昔来てくれたことあります、フルズラパークに。だけど、その時僕は自分が言われてる内容とかよくわからなかったから、その時、まあ、いろんな意見があったんですよ。そのお金手にしたらどうなるのって、その後っていう。で、一時僕は燃えてる時に、その河川水門外石玉発電に関しては、もし河川が氾濫して死者が出たら、業務上過失致死に問われる可能性が非常に高いと。もうそれ覚悟でね、もうエネルギーの状況はこんな状態になっていて、それで世界中でこんな地震が発生するんだったら、もういいですよ、もう僕一人役員にしますから、みたいな形で燃えて、もうスポーツの勝ち負けはもう僕一人いいですよ、みたいな形で、その代わり、自分が好きなように寝たい時に寝させてくれよっていうような内容だったんですよ。知らんよ、もともとスポーツで大量にエネルギー消費してるんだからっていう状態で、もうその内容そのまま世界中に伝えてあげたらいいって。で、スタジアム建築費用とかみんな教えてあげたらいいって。っていうところからのスタートだったんですよ。だから長野オリンピックの後すぐに手引いたんですよ。でもそれでいいみたいな形になっていて、一応寝れてたんですけども、またスポーツの勝ち負け取り組むようになって、そこから抜け出せなくなってる。なかなかで、だから今日の昼間のサイン決定戦はどうでもいいんですよ、はっきり言って。今の時間、多分今の時刻にしてるでしょ、東京ドームで。そのサイン決定戦の試合。どっかの国とどっかの国が。いや、もうこちらの負担になるから巻き込まないでよって。君たちの国の担当者一体何してんのって。いうことなんですよ。頭の中私たちする人たちのことですよ。で、正直、地球の裏側の時間帯の人たちなんか無理でしょう、はっきり言って。僕みたいな立場だったら。いろんな国際線全部くっつけられるの。絶対無理じゃないっていう状況になってくるじゃないですか。寝れないから。で、あと、地球の裏側の時間帯とか、そのスポーツとかで起こされなかったとしても、人間に起こされるときは起こされるですよ。車のドアパターンとかで。答えを欲しいのに、秋篠宮佳子ちゃんも、まあ佳子さまあってはもう言いません。世間の皆様に状況をご理解していただきたくて、もともと、その文田様たちにも、許可はもらってるんですよ。もう悪いことしたら、叱ってくれたらいいからっていうことを、まあ、君なら、大丈夫だと思うっていうことでね。で、特別めちゃくちゃな叱り方はしていません。かこちゃんに関しては。まあ、あきこちゃんに関しては、この間、あんまりにもね、もう名前呼んどってもずっと無視して歩いていくんですよ。あきこ様で本当に会ってます？もう宮家本当は離れてるんじゃないですか。この間、三笠の宮家の方がお亡くなりになられてましたけども、百何歳だったでしょう。本当はもう以前に流れてたニュースで、そのニュースを何回も使ってるだけなんじゃないですか。で、音声的には本当にまだ生きてるからとかいう音声は混入されてるんです。その、だいぶ前の生きてる頃の映像だから。それを再利用すると絶対そうなるんですよ。もう問題ありすぎ。インターネットの表記おかしいでしょ。秋子女王ってなってたでしょ。三笠宮って。まあ、もともと桂宮家の人ですけども、まあ、一応2002年サンパレス六甲で一緒に働いたりとかもしてるんですけども、向こうの方が、年下なんですけども、まあ、だからどうこうっていうことじゃないですけど、基本的に今までずっと敬語でしたし、丁寧な対応してたんですけども、いや、もう女王ってついた時点でね、気づいた方が良かったと思うんですよ。本当はもう宮家出てたんじゃないですか。いや、だってね、女王っていうことは、例えばイギリスだったら、女王陛下がいたわけじゃないですか。国王だとか。で、そこは日本の天皇陛下も同列っていう形でね、今の時代だったら、民主主義で、大統領とかになったとしても、まあ、首脳っていう形で、日本の首脳は天皇陛下、イギリスの、首脳は現在、ちょっと名前が、ごめんなさい、
名前が出てこないです。ごめんなさい。もう世代交代が何回もいろんな国であったら、もうどっかの国の、とりあえず自分の国の、トップの人の名前、とりあえず覚えておいたらいいで、多分僕許してくださいもんなんですよ。本当に。みんな無理でしょ、世界中の政府のトップの人の名前覚えておくのって。大体アメリカとか中国とかロシアとか、その辺ぐらいでしょ。あんまり、その、イギリスの王室の人たちとかも、よくわかんないでしょ。女王陛下がお亡くなりになられた後、次の王位継承権。そんなこといちいち覚えてられないって。ごめんなさい、この侮辱的に言ってるんじゃなくて、覚えなきゃなんないこと多すぎるんですよ。自分の国の、ごめんなさいね、これだけ自分でね、陳情とか請願法で、世界中のガソリン車生産停止まで持っていったこの淡井圭介でさえ、各大臣の名前なんて言えないんです、世代交代があるから。気がついたら変わってた。ほんと。けどみんなもうほんとそうでしょ。で、芸能界出てる人とかも、もう正直に言ってくれる人はね、僕の心の声で、わかるって、僕も、覚えられへんから出てる人つい。よっぽどいろいろ心の声とかでね、テレビ出演中に会話したり、一緒に今まで現場で一緒に働いて、いろいろ会った人、だからまあ、ビーズのお二人だとか、グレイの皆さんだとか、ラルクアンシェールの皆さんだとか、もう一応そこを皆さんにしといてください。そこもメンバーチェンジがいろいろあったと。一切合戦、僕物事忘れた時に、自分が天皇家の人たちとあれだけいろんな気持ちで働いて、いろんな気持ちで一緒に働きに来たりしてた。いや、僕天皇家の人たちは会ったことはありませんって平気で言ってましたから、それ完全に記憶なくしてるんですよ。で、国会議員の人たちとか地方議員の人たちまで含めたら、500人以上とはもう会って、直接会話してる、絶対、本当に。もう大臣になる前から会ってましたから、二十歳ぐらいの頃。で、僕と会った人とかが大臣とかになって、もうほぼ全員総理になってますから、その総理になってる人を、もうちょっと違う言い方をすると、総理になった人で、淡井圭介と直接会っていろいろ話したことのない人が総理になったことのある人、1997年以降、誰がいらっしゃいますかぐらいなんですよ。畑山幸雄さん、国夫さんとかもそうでしたし、だから、いろんなとこがそうなんですよ。この間まで公明党の代表だった山口さんなんか、神戸の中央図書館、大倉山図書館って言うんですけども、地元の方では、そこで、本当の人口をね、もう一度調べ直すために、ダルミックの、地図をコピーしてた時に、後ろに立っていたのが山口さん。で、これ、山口さんと、もうこれね、その時の顔にもよるんですけども、今もう福本豊さんがだいぶ太ってるから分かりやすいんですけど、プロ野球界、世界の、セリーグ界の盗塁王、それを世界の盗塁王とか言い始めるから、そこも僕よく分からなくなってしまって、大恥、さらす時はさ、大恥かくんじゃないんですよ。大恥さらしてしまう方。じゃ大恥かくで、なんとかカバー、フォローしてあげてるだけ、大恥さらしてる方、大真面目な顔して、何を言ってるんで、世界の通りを、福本豊っていうことになってるぞ、なんていうことを、アメリカの人に言っちゃうと、絶対笑われますから、本当に。よく見たら、セリーグのことを略して、世界の通り。半分は、わからん、またね、カングル方向で言うと、読売ジャイアンツが勝つために、笑わすためにこんなことしたんでしょって、試合中に。そんな記事。もう、去年の阪神タイガースと、ヴィッセル神戸をね、同時に優勝させるっていう、しかも、対戦相手があれだけ無理だって言われてた関西ダービー。両方とも1位なんか多分無理やと思うわって、負担が大きすぎる君の方が、もう睡眠不足とかで、もう多分潰されるからもうやめといた方がええっていうようなことをね、善意のある人が言ってくれてたんですけども、もう基本的にセリーグの方しか見てなかったんですよ。で、パリーグの方は善意的にね、いやもうそれは関西ダービー僕もしたいですけども、もう今年までオリックスバファローさんが優勝したら、3年連続で優勝することになるから、ちょっと僕はもうそれ加担できませんっていうこと言ってたんですよ。そしたら。優勝してるんです。
いや、だから僕は基本的にセリーグだけを担当していたのかもしれませんし、それプラスミスゴールみたいな形で、あとはもうあの本当は神奈川県のサッカーチームとか J リーグのチームとか得点を、僕はホームページに記載してたね、内容とかの得点を横取りしてたのがバレて、J おかしいと思ってた。もう J リーグは4チームもあって、せっかくね、昔横浜 F マリノスさんとフリューゲルさんを合併させて、もうそれ僕は言い始めたんですよ。その頃の僕の年齢知ってます？もしかしたら10代かもしれないんですよ。19歳か20歳かそれぐらい。言えます？皆さんの前で。すごい、もっと大分上の大臣とか、そこの会社の社長だとか、いろんな業界の人たち、変わる変わる部屋入って何十人も、40人とか50人とか、多い時60人。言えます？慣れたら言えるようになります。何回でも。本当に本当に。で、まあ結局ね、その、須田さんに関しては、人柄はいい人ですよ。ちゃんと丁寧な敬語でね、おとなしい性格の人です。だけども、してる時の、そのしてる行動が、もう、この言葉はあんまり使いたくないから、こうだけ言っておきますね。その後の、あと2文字分かるでしょ。そんな風に。同じ地点でいつもそこですれ違ってるんですよ。同じように顔若返っていて。もう、いろんなことに、それだけでもさらにとどめを刺されるような嫌気。それプラス、いや、この人に精子の生産されなくなる薬のこと聞いても、どうせとぼけられるやろうな、になるから、そこで働いてた人間だとしても、で、コンコン、こっちも変わっとうっていうような声を、その人の声でコンピューターが言ってきて、今もう両手がしびれてる状態。血液コント取られる、本当に。警察官の方なのか何なのか知らないですけども、これもこんな状態でね、もう今も今日まだ頑張って、昨日晩は野球の勝ち負けしてる時は体温取られたりとかするから、ストーブつけましたけども、まあ、11月20日ぐらいからですね、まず、まだ今年風呂一回も沸かしてないですよ。エネルギーの残存量問題ね。脱衣所さえ温めたら、どとでもなるんですよ。だから11月20日から脱衣所をね、ちょっとストーブで温めてから、シャワー浴びて、っていうのは140リットルなり、140リットル風呂入る人で140リットルの世界かなり厳しいでしょ。160リットルの、このね、冬場の冷たい水を温めようと思ったら、鍋で、ね、湯沸かした時に、あれだけガス使ってるんだから、どんな量毎日使ってるか分かるでしょ。だからそこをなんとか僕踏ん張ってるんですけども。で、もうスポーツの勝ち負けも、ドジャースと、ヤンキース戦に関して、もう1試合の間に、お手洗い、ショーの方なんですけども、7回以上行ってるんですよ。もう7回以上、もうカウントしなくなりました、本当に。言葉の組み上げのワードとかが追いつかなくなったりしますから、本当。で、もう、去年の阪神タイガースの時は一番大変。大谷翔平のホームランっていうのも、僕の頭の中とか使ったりしてるのが大半ですから、で、腕の力とかも使ってる背筋とか、なんなら、体中の筋肉、まんべんなく。で、それで、体大きくとかもできるから、本当は。物理的法則超えるんですよ。女性の胸が大きくなったりするのと同じ現象です。あんまりこの話もしたくないんですけども、もうここはもう痛くなったから、誰か頭の上にげんこつ落とそうとしてません。それかもしくは、じゃあこっちも民法正当防衛、マルチマルミに自分に行使します。正当防衛ね。離れました。だからそれ撃つとしても無理だから、誰か頭をぶつけた人の痛み。単語。中和株式会社の北神戸店で、同期で入って、その後店長していた、道路交通課で制服着てたことも有馬警察署を見たことあるんですけど、山口隆っていうものなんですけども、彼の方が、まあ、ちょっと年上なんですけど、子供の頃僕の家にいて、会ってるんですよ。まあ、多分兵庫区出身かもしれないんですけども、せいや同じ東山高校だったかもしれないです。
12階建てのマンションで、あの東山高校で僕は生まれたんですけども、神戸市兵庫区東山町4丁目16の18東山高校604なんですけども、12階建てですよ。で、その人の方がね、ちょっとだけ背高いんですよ。でタンクローリー、僕ら急いでる時ってね、その頃 1日年末1万リットル売れてるところは、そういう地域はザラにあったんですよ。もうとんでもないところ、1万4000リットル近くで、もうそんな数字、もうみんな1万リットルでもう終わりっていう形、それ以上もう絶対無理やからっていうような話でね、1人だけ前日とその次の日休みにして、厳密に言うと13,890リットルぐらいなんですけども、昔は14,000リットル超えたらしいんです。もう分かんない、もう本当にどうやったらそんなことができるか、僕らには分からない本当に。と言いつつ僕もね、これはもう灯油管の出方によるんですけども、最高で15分で770リットルメーター回したことあるんですよ。灯油管の出方で、4管出しの家がいっぱい出てきて、普段から見かけないところも、あれこれ次々4管出しで出してもらえると、それ早いんですよ。で、運ぶときも奇数よりも偶数の方が、運ぶ回数、同じでしょ？1回運んだときに2管、次で4管運べるわけじゃないですか。これが3管だと、2往復どちらにしてもするのに、だけどもそこ1往復でめちゃくちゃ効率いいんですよ。で、特に向かいの家からとかも灯油管出てたら、家のその前の灯油管一紙入れてる間に、その僕は先に灯油券をつけ、買っておいてもらって、灯油券つけて、もらってる家がほとんどだったんですけども、その灯油券を先に回収して、次の入れる2紙とか3紙4紙の蓋開けといて、で1紙、18リットル終わったら、大体18秒ぐらいです、すぐに2紙、切り始めて、すぐに蓋閉めて、でその向かいの家の灯油管ダッシュで取りに行ってからというか、こっちに持ってきて順番に並べておいて、で2缶目の18でこう油断したら溢れますから、そこもう全力をやるときはやってしまいます。多分自腹、本当に実費で、もうそこを18リットルきちっと止めて、ですぐ3缶目入れて、ですぐにその入れた2缶目を蓋閉めて、1缶目と2缶目を持ってすぐ玄関前に運んで、これ18秒間以内に戻ってこなかったらどうなるか、もう言ったら分かるでしょ。という溢れかえるんですよ。めちゃめちゃ怒られますよ、お客さんに。本当にもう家の中まで匂い臭くなるから、やめてって言ったのにとか、そういうことな、それ言われるっていうことはされたんです。溢れかえさせないと、こんな販売数量で売るからやとか思う。本当に15分で、今の時代の人は、今灯油の循環販売してる人たちはね、この僕らのその数字言っても絶対嘘やって思われるかもしれませんけど、僕らの当時の動きってそんなんだったんですよ。で、これもともとなんでそんな風な動きとかの教育になってたかって言ったら、大阪府の秀和株式会社が堺が発祥の地なんですよ。庭がなかったんです、あの辺は。わかります？だから、灯油缶置いてるところにすぐほとんど、すぐにね、灯油入れれて、ほとんど運んでないんですよ。我々、山の民はわかります？キングが。山の民がなぜ強い？庭ある、階段ある、1階なのに2階ぐらいの高さまで階段持って上がらなきゃな。その高さで18リットルの、その間に戻ってくる、無理やから。やめといた方こけるから、本当に階段から転がっていくときは転がっていって、もうその間にえらいことになるから起き上がらないっていう。違う方向で僕は慌てすぎて、前日の人がね、修理してなくて灯油漏れをポタポタと起こし始めていて、現場行ってから給油のレバーを引いてからね、それ気づいて、すぐに店長に電話かけてね、新人の年に、店長ちょっと灯油漏れてきてますけど、これどうしましょうって、やっぱりこれどう考えてもまずいでしょって、お客さんからいろんなクレームとか入ったらって、これ僕交換の仕方がわからないんですけども、してもらえるんですかっていうこと聞いて、ああそれはでもちょっと用意しとくわって、もうすぐ帰ってきてっていうことで、でついでにその灯油の灯油漏れを起こした時に、中のオーリングっていうものがあるんですけども、それパッキンとかオーリング両方あるんですよ、世の中で。オーリングの方なんですけども、もうこんなもん開けてみたら分からないよ、中のオーリングなのかパッキンの方なのか。パッキンって薄いヘラべったいやつなんですよ。オーリングの方はチューブ状になってるものなんですよ。で、オーリングの方なんですけども、それをね力ずくでもうすごい万力みたいになって
ごはんさんでも、もうあの仕事本当何でも力づくだから。本当に。それで、取り外して、取り外した時に、まあ、一時的に、栓は閉めていても、それまでのホースに詰まってる灯油が出てくるから、それを受け止めておいてね、なんかこう、洗面器みたいなもので。で、それね、リングのところ、ちぎれかかってるリングがあるから、それを交換して、もう一回閉め直して現場行くんですけども、その頃には1時間ぐらいの出遅れ。それ走って取り返そうとするでしょ。で、もう、昼過ぎぐらい、夕方近くかな、昼過ぎぐらいに、もう限界来始めて、息切れ。その時に、二缶持ってる時に、階段の持ってる時に、つまずいて、足が上がりきらなくて、階段にガツンって当たって、そのまま顔面から、もう、ものすごい勢いで、顔面から石畳、こっちだったかな、こっちだったかな、思いっきりバチーンってぶつかって、もう、ここ、裂傷して、もうこういう風な形で、もう血ボタボタ流しながら、もう、お客さんの灯油が破裂、勢いで。結構あれ分厚いでしょ？薄っぺらいというかなんか見たことあります？プラスチックの。分厚いでしょ？ボロボロになってる、すごく古いやつとかじゃないですよ。普通にある程度使ってる灯油缶で、破裂で、もうその辺あたり、灯油まみれで、で、もう早お客さんに謝らなきゃと思ってるんですけど、起き上がれない。もう あんなもう状態、もう無理。で、その後、お客さんに謝って、ちょっと新しいものを用意しますってということで、で、いや、お兄ちゃん、じゃあ、ほっぺた降りてたって、お客さんの方が。なんかのことわざでありませんでしたっけ？血も涙もないみたいな話あるでしょ？涙はみんな流したことは絶対あると思うんですよ。血流すことってなかなかないじゃないですか。それも心の中ではスコールですよ。もうそこでね、電話かけて、もうやってしまったっていう状態で、すいません店長って、お客さんの家の前で今ちょっと灯油缶破裂させてしまいましてって、それが急に破裂って言ったら、何したんっていうのちょっと、いやちょっと階段でこけてしまいましてって、でちょっと今まあ、顔面強打で、ちょっと血ボタボタ流してる状態 でもうちょっと今日現場も遅れてるますし、ちょっとちょっと傷の方どうなん、骨とか大丈夫とか、そういう話をね、電話でされるんですけども、まあ、とにもかくにも給油戻った時に、状況話しますとか、ご給油してる時の2杯目と積んでる間まあ、とりあえず、もう一番大きい絆創膏だけ用意しとくわっていう。これぐらいの絆創膏。けど、本当に裂傷がこれぐらいあったから、もう、当分、こう、本当にもう、暴力なくて。こんな跡ついたわ。巡回。だから心配してくれるお客さんは心配してくれました。笑うお客さんはいたかな、どうかな。まあ、笑っても、おかしないと思いますよ。ただ、その、男性で、お兄ちゃんどうしたんって。こっちの方がっていう、それ。急いで階段乗ってた。いや、足上がらなくて、息切れた。上げてて、次のターン行ってたはずなのに、ちょっとだけもう一番上のここのところにつま先ガーンって当たって。前から、思いっきりこっちかな。左足の方かな、こうなって。いやね、もうちょっと今日事情説明する時間ないですから、来週でいいですか。オーリングで1時間の灯油漏れで、もう前日の人間とね、あわちゃん、もう昨日誰が乗ってたか、もう見んでええからって、もうそこで喧嘩された店長も困るから。ちょっともうそれちゃんと会議するからっていうことで、ちょっとじゃあ分かったからって、そのお金もちょっと会社の方でちゃんと持つからっていうこと。本当に。で、僕、今でも前日誰がその日にそのタンクローリーに乗ってたか知らないんですよ。その曜日ごとに各回る地域でタンクローリーコロ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 入れ替えるんですよ。で、それ、なぜかって言ったらいろんな車両があって、
4000リットル入るタンクローリーとかが、2001年ぐらいに配備されたんですよ、北神戸店に。で、それって、そちらの方がどちらかというと横転しにくいんですよ。僕らはマルコンって呼んでたんですけれども、そのヒラコンとマルコンって呼んでたんですけども、ヒラコンの方が車高を低くして横幅を広げたんですよ。そうすることによって安定性を保って、いや、横転事故めちゃくちゃ多いから、本当の理由は睡眠不足なんですけども。とんでもない長時間労働の。で、そこの仕事のむちゃくちゃな話はもっとものすごいあるんですけども、雪の日、滑りながら巡回する。お客さんの家の前、雪かきしてくれてるから、そこで泊まれるはずやから、そこで、俺らはそうしたとか、なんかそういう話。回らなあかんと思うねやんかっていう話さ。そこで途切れんかったお客さんの方で凍えたら困るやんかっていうこと。雪降るぐらいだからお客さんの方も車、自分の車で途切れなんか買いに行かれへんやんか。だから僕らは最初からチェーン持たせておいてくれたらいいのにって言ってるのに、北神戸店にチェーン配備してくれないんですよ。なぜか笹山行きのタンクローリーだけチェーン持たせてもらえるんですけども、それ1台分だけ。交代して使ってて、そんな距離全然違うとか。曜日は違うかったと思いますけども、そのチェーンももうだんだん、もうどこに行ったかわからなくなる。朝からみんな。チェーンの取り合いするだけ。じゃあ、これ標高完全に間違えてるんですよ。笹山の方行けばね、ある程度の標高あるんですけども、向こう側に流れていく、この辺の有野川とか、有馬川もそうなんですけども、上流は、有野川の方は、大池の方なんですよ。大池の方が標高高いんですよ。で、多分笹山と同じぐらいの標高なんですよ。本当に本当に。で、もう僕は河川の撮影とかいろいろ行ったから、もう分かって分かって、もう山だから北までいくら進んでも、JR なかなか坂登っていかないから。ほぼ横ばい。河川も、もう河川の撮影、見てくれたら分かるから、YouTube 一覧表河川、水門回復玉発電のところ見てもらったら、自然再生可能に河川水門回復玉発電って、ホームページ淡井圭介の歴っていうところから見てもらったらいいですから。ずーっとなだらか。なかなか段なんかないですから。これと多分10キロ先まで、10キロメートル先まで水溜めれるわって。淡井ちゃんの言ってた、その河川水門回避発電すごいわって。むちゃくちゃ効率いいわって。ほとんどの日晴れで、ほとんどの日は雨が降ってない日は、ほとんど水流れてないでしょ。みんなそれ見て挫折するんですけども、一回水溜めるところを想像してないんですよ。一回水溜めて、あとは電力の需給ね。大体昼から夜にかけたんですよ。もう夜中なんか電力なんかほとんど使ってないから、そんな時もうまだ朝まで閉めといて、水溜めといたらいいんですよ、ずっと。で、まあ回転扉をね、何メートルにもかけてね、例えば20センチかける20センチ、1メートルかける1メートル、3メートルかける3メートル、5メートルかける5メートルの回転扉を用意しといて、これは雨の日の分量に合わせて、どの回転扉を開けていくかとか、全部開けてしまうかだとか、とんでもない大雨の時は完全に水門自体を全部上げます。そうすれば水は全て排水されますから。だから水害が発生しないようにね、もう業務上過失致死のその立場を背負ってでもね、もうそれやりますわみたいな勢いでね、僕、ウルズアバーグで言っていて。で、けども、元で、なんですけども。こいつ分かってて言ってるなとかじゃないんですよ。本当に元でないか、阪神淡路大震災の被災者で、家屋全壊の方の人間ですから。で、そんな立場の人間をね、利用して、誰も協力してくれてなくて、スポーツ業界も誰もお金一銭も払ってないんですよ。途中から今度はその結婚話をすり替えてきて、例えばね、この人は、金メダルを取って、淡井さんと結婚話してるのに、淡井さん結婚してないじゃないですか。だからこの人からお金徴収しちゃダメですよ。みたいなことを言ってきた人もいるんですよ。何言ってんの？その後会社の役員にまでやってるじゃないって。半、じゃ、たかが2、あ、本当は1割だった。よく考えた。2.5% か 10% かもう本当に誰か払ってくれなかったら、それお金かけ集めなかったら、大した人件費にもならないから、最低賃金。逸脱するやん、そんなんて。どんな変な拷問仕掛けてきとんねん、この科学業界との。って。
でもだからもう一回もうエネルギーの残存量問題とかで、これね、最初はちょっとあの腹立たしかったんですけども、これもう腹くぐってね、もうこれ言ったら今度自分がどんな反撃来るか分かんないから。もうそれ最初から覚悟を決めておかなきゃなんですよ。これもう、これ言おうって思って、それも世界中に向けて。もうスポーツ選手。アマチュアだろうが何だろうが、オリンピックに出てる人たち含めて全てね、もう日本代表とかもうそういう人たち全て、もう学生でスポーツしてるぐらいだったら、もうまあまあそれぐらいだったら、正しい学生で世界戦なんかすんなと。本当に。大真面目な話。本当に絶対したら、自分で自分たちの首絞めてる。能登半島の地震は新潟県の石油の採掘で地震発生してるんです。で、60年ぐらい前かな、55年ぐらい前かな、震度6の地震新潟県で発生しています。日本で一番石油の採掘量多いんです。で、2006年か8年にも震度6の地震発生してるんです。で、地面の中空洞が広がることぐらいわかるでしょ ?24 時間ずーっとこうやって掘削のリーグがね、振り子運動、それも、あの、電気使わないで。それで、ポンプ式みたいな形で吸い上げてるんですから。吸い上げるというか、まあ、組み上げてる。で、輸送がね、どんどん空になって、空間が広がっていって、能登半島の地震が発生してるんですよ。だからもう、それ込みでね、一回言うたことあるんですよ。あなたは、プロスポーツ選手として、お金稼ぎをしながら、人殺しの加担をするんですか？業務上過失致死に、あなたたちがテレビ局や、行政と癒着してるから、行政が始めさせるか、本当は。一番最初。これが一番厄介。一般社団法人に関する法律みたいな、わかりますから。一般社団法人だから民間の企業だけでしょって思うでしょ。それをさせ始めた議員にもちゃんと責任があるっていうこと書いてありますから。とりあえずね、言うだけ、どうせそれで業務上過失致死に問われる、スポーツ選手全員。僕もそれは僕は無理あるなって思うんですよ。だからせめて、河川水門外式ダム発電にお金、淡井さんに渡しましたと。淡井さんの頭なんか使ってましたし、淡井さんの生活もありましたし、あとはまあその特許申請料なり、その弁理士さん雇ったり、弁護士さん雇ったりだとかで、特許申請したときに、あの弁護士さんも入っておかないとややこしいんですよ、弁理士さんだと。もう本当に細かい言葉にこだわるんですよ。今までのマニュアルとかね。で、僕はあれこれ説明したら、あ、じゃあ、さっきのそういうような文章はいいですよ、みたいな形。なるんですよ。でも、こっちの説明終わる前に向こうも喋りたがるから。さっき聞いてください、さっき聞いてください。いつもなるんですけど。どこ行っても消防署行っても、あれも警察署。で、向こうもさっき聞いて、さっき聞いてになるんですけど、もう今まで何回も話した内容、みんなでお互いに話して。もうかっこいい話抜きで、もうみんな家帰ってから思い出したでしょ、皆さん。あ、今日、アイ君と話してたあの話、前してるわってなったでしょ。僕は思い出しましたよ。あ、今日有馬警察署の竹中さんと相談してた話、あ、これ前もしてるわって。竹中さん、あ、ワイ君すごいな。そんなことで沖縄まで見に行ったん。すごいなって。あの、1990年か、1998年、多分1999年だと思うんですけど、8年かどちらかわかんない。どちらか片一方が沖縄で、もうどちらか片一方は、まあ、北海道の方についてじゃあ、北海道かな、長野県か。長野県にスノーボードの方は連れて行かれてる。スノーボード一式買わされて、それから、冬のオリンピック日本がスノーボード参加し始めて、オリンピックでスノーボードの競技もバンザイという声が聞こえて、あんなもの始めたら骨折じゃめちゃくちゃ出てるじゃないって、あんな危険なことして。見たらわかるでしょ。どうせテレビのニュースのことだから、多分どっか探したら一人ぐらい死んでるでしょ、何人か。首から落ちて。首やられたら大体死にますよ。あ、高さ見たらわかるでしょ。あんな回転とかしながら。10メートル以上あるじゃないって。エアリアルとあんまり変わらない。そのエアリアルって一回 YouTube で動画で検索してね、今メモするところ。絶対笑うから。好き。もうそれ昔僕やらさせたんですよ。いろんな人、その昔フルーツアパーク、いろんな人たちが集まって、いろんな人たちの前で言って、いろんな人たちが同意を得た。これは絶対通ります。お互い。もういろんなところで同意を得たから、もうこれでいいっていうことで通りますから。さすがにそのスポーツは日本選手絶対出なくなりました。っていうのはね、スキーのジャンプ台みたいなのがあって、ストック持ってないスキー選手が、
ものすごいスピードで滑降していって、そこのジャンプ台でね、ジャンプした後、もうそのほとんど垂直みたいな角度で上がっていくんですよ。まあ70センチぐらいの角度で、体操選手みたいにくる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 回転して回ってくるんですけど、降りてくるときほぼ垂直に降りてくるんですよ、回転はして。で、それ、綺麗に着地なんか全員できないんです。当たり前ですよ、10メートルも高さあるんだから。頑張って前転とかで勢いに逃してる。あれ、着地できたらできたら、多分ね、足に真下への衝撃が全部来てしまうから、最悪両足骨折してしまいますよ。僕みんなの前で言うだったんですよ。その選手はね、みんなの前で片足かもしくは両足かもしれません、両足の骨が皮を突き破って出てくるところまで見たいですかって。最悪ズボン破いて骨出てきますよって。なぜならねって、僕はフルーツラパークの帰りに、次の帰りちょっといろいろあって、右足開放骨折してるんですよ、オートバイで。だそれからオートバイむちゃくちゃ嫌いになったんですけども、それまでいろんな人が言ってくれてたんですよ。オートバイで、みんなね、長年乗ってて骨折したことある人間、もうみんな知り合いおるっていうことを、40代前後か30代前後の人、ほとんどの人はそう言うと。乗らん方がええっていう、もう結論出てるんですよ、最初から。いろいろありますから、道路上。もう車の事故も、車長年乗ってる人は骨当てふとふ含めたらね、みんな多少はあるでしょ、ほとんどの人が。まあ、細い道走ってるかどうか、そう、ものすごい、タンクローリーもそうなんですよ。こんな道本当に行けんのっていうところ、地図読み間違えて入っていってしまう時あるんです。それ頭から入っていったら、今度バックで出ていかなきゃなんなくなって、もう蛇行するような道入っても最悪ですよ。脱輪するかもしれませんから、両サイド。ちょっとした崖、もう転がったら、角度ついたらもう終わりだから、上に液体積んでますから、中で傾くから液体が、ちょっとした角度で簡単に横転するんですよ、タンクローリーって。だから平ごてがみんな、平ごてのその4キロ車取り合いになるんですよ。その1回給油で8キロ以内に終わるところ、8000リッター以内に終わるところとかは、もうもちろん最低ラインなんですけど、帰ってくるの、給油。1回で済むっていうの。それプラス、平ぼてのところで行けるところって、こういうふうな、ちゃんと区画整理された住宅密集地なんですよ。こんなところでの横転事故はまずないですよ。まあ、西宮の、赤坂っていうところ、あそこは気をつけた方がいいです。上の方のところ。横にこう、まっすぐ走っていったときに、こう、もう一つの縦の方の道で、坂は急に角度ついてるんですよ。これバックでしに行っていて、まあ、そこを夜、回ったりしてるんですけども、僕の時は。してたんですけども、気をつけた方がいい、気をつけた方がいいって、まあ、言われてたんですけども、前回ってた人間に、もうその現場行ってから分かるもん、角度ついてから。やばい、これはって。後輪がちょっと乗った段階で、あかんわ、これはって。ちょ、待ってよ、これ待ってよって。向こう行かれへんやって。だって、こう、坂はね、そっちか、どうし、こう、ちょ、待って、これ誰かの音に。ちょっとどうしましょう。角度、坂がこう、横道がこうで、坂がこういうふうに表現したらいいのか、もう僕も鏡見てるような気分で動画撮影してるか よくわかんない。ちゃう、怖い、こう。だから坂がこうなってたら極端な話ね。この道に、ここに入ってきてしまった時、車体はこうなるでしょ。絶対に。車体はこうなるでしょ。それはもう、ここである程度、もう半分以上進んだらもうこうなるんです。通りであの奥の方お客さんのチェックついてない。奥さんもうこれ進むのここまででええやん。余計な横線引いてって思いながらね。 これいや、ちゃんと店帰ってから言ったんですよ。これ多分もうここの横線消しといた方がいいですよって。ちょっと、あまいちゃん、それその地図にメモしといて。 半年経ったら絶対みんな忘れてるから。 さらに僕らの場合は、って分かるやろって、戻ってくるときはまた半年後やろって。冬来たときにその仕事に戻ってくる。そのとき俺らもここにおるかどうか分からへんから、ここだけの話にしてほしいねんけど。店長のカミングアウト。
道理いつまでたってもチェーンが配備されへんわけやわって。本当に雪降った時に危ないのは、北スズラン台とか大池とかなんですよ。北スズラン台、あそこも一番てっぺん近くなんですよ。そこから御社とか谷上に向かって一回下ってるんですよ。で、谷上に着いてから、一番てっぺんだと思われる大池の方に上がっていってるんですけども、正直北スズラン台の方が高いような気ません？高いような気しませんか？電車の駅で。僕多分そうだと思うんですよ。北スズラン台から御社に、あ、御社じゃ、御社じゃ、え、二郎、二郎じゃない。じゃ、それは両方ともこの辺あたり。ちょっと待ってください。頭の中整理しなきゃならない。あれ、なんだったっけ、あの駅の名前。違う、ごめんなさい。御社と二郎取り消して、これ、田内駅の駅って。北スズラン台の次、なんだったっけ。もう頭取れながら喋ってるから、今日も本当は睡眠時間、不足5時間ぐらい。なんだったっけ、あれ。そこ一回、僕は電車乗ってる時に人引いてるところなんですよ。ご老人の快速電車。駅が通過するときに踏切渡って、その駅で多分その老人の女性は、おばあさんは、駅で止まると思って踏切をね、強引に渡ってこようとして、そのまま通過で跳ねられてるんですよ。普通列車と間違えて。だからそれから昼間の時間帯、快速列車が、通行しなくなっただけで、違う違う。早めに踏切降ろしはいいだけ。答え早い、こちらの方が、本当に。まあね、いや、まあ、だから、まあ、その時のことを言うと、もう、電車の急ブレーキってすごいですよ。もう、立てる人も全員吹っ飛びます。あんなもん、つり革、急に強く握れませんから。だって、座ってる僕が、横に、バターンって倒れたんですよ。本当に、本当に。向こうも人を引っ掛けてるから、もう全力でブレーキかけるから、まあ一応車輪がロックするぐらい、ロックしたら、完全にロックしたら滑ってしまうんですけども、まあけどもう間に合わない、やっぱり。それだけの急ブレーキでも。だちょっと話それましたけども、この結婚問題どうしましょうとか、河川水門開始だ